今、7月1日の土曜日なんですけど、結構ですね、嬉しいサプライズみたいなことが1個あって、昨日ちょうど寝ようかなと思ってた頃に、ツイッターでダイレクトメッセージが来てまして、で、それが海外在住で、今日本に住んでる音楽好きの方から来たんですね。で、私がその人と、交流がある理由っていうのが、倉橋よよこさんっていうシンガーソングライターの方がいらっしゃって、で、その方は2008年に、引退してるんですよ。で、ただその人が活動再開しますよっていうダイレクトメッセージが私のところにポンと来て、で、そのツイッターの、アカウント見たら本当に倉橋よよこさんが、よよこっていう名前で活動再開するツイッターに、その多分7月1日の午前0時なのかな、に、ぴったり解禁されたみたいで、で、びっくりして、そのまま夜中の3時ぐらいまでブログ書いたりしたっていうんですけど、倉橋優子さんの話を今日はします。さっき15年前に引退したって言ってるんですけど、2008年のちょうど7月なんで、本当に15年前に、ラストライブっていうのをやって、引退されたんですよ。ただ、それからもういろんな人がいろんなところで、多分、よよこさんについては言及してて、ファンだっていうふうに、言っている、結構、著名人の方っていうの？ミュージシャンもそうだけど、役者の人とかでもファンだって言ってる人が多いかなって思います。だからずっと聞かれてきたし、根強く知られてきたし、その間結局ご本人が活動はしてなかったんで、あんまオフィシャルじゃない形で音源が、動画サイトにアップロードされたりとか、いろんなことあったんだけど、それでも聞き継がれてきたミュージシャンなんですよね。でね、どんな音楽っていうと、ちょっと一言では言い表せないんですけど、去年ピアノの弾き語りで、で、ライブではバンドさんが、サポートで入ってみたいな感じだったんですけど、とにかくね、ご本人がクラシック、音楽大学出てて、ピアノとしてはクラシックの素養がある。だけど、歌い方がすごく、多分、ジャズ歌謡とか昭和歌謡とかっていう、そっちの、どっちかというと独特な、歌い方をする人だった。私が最初に聞いたのが、ちょっと今自分のブログとかを、振り返ってて分かったのは、私が一番最初に聞いたのは2003年の2月。で、これどこで聞いたかっつうと、もう今は亡きお茶の水のビレッジヴァンガードですね。あそこ、お茶の水のビレッジヴァンガードなんて言ったんだろう。今、改装してる三省堂書店のちょっと近くに、ビルっていうか、建物があって、1階がね、飲食店みたいなのがあって、そこの地下2階にね、階段降りていくとね、ビレッジヴァンガードがあったんですよ。で、そのビレッジヴァンガードももう、2020年には、閉店しちゃったんだけど、そこにね、当時秋葉原で働いてて、で、その秋葉原の仕事って、休みが不定期だったんですよね。なんで、その帰りに、お茶の水まで秋葉原から歩いて、で、ビレッジヴァンガードって23時とかまでやってるから、ビレッジヴァンガードで本読んで、CD 聴いて、で、買って帰るみたいな生活をしてたんです。で、そんな中に、その2003年の2月で、そのビレバンのお茶の水店で、その当時の倉橋さんのインディーズで出てたミニアルバム、婦人用っていうアルバムがあったんだけど、それのし、え、店内の BGM だったのかな。で、要は買い物とかしてるんだけど、その BGM がとにかく頭にこびりつくわけですよ。それぐらいね、独特な歌い方、声の質で、で、曲調も、印象的だったんですよね。で、視聴して、で、その場で買ったっていうのが、
思い出。だから2003年だからもう20年前なんですよね。で、20年、前に初めて聞いて、で、そっからその、ヨーコさんが引退するのが2008年だから、5年間は かなり、で、その5年間でちょうど私にとって20代後半の5年間だったんですけど、まあ、捧げたと言っても過言ではないですね。東京でやったライブは多分全部行ったと思う。その2003年の、に知ってから、2003年の多分4月とかだったのかな。4月とか5月に渋谷の OS に対バンライブがあって行った記憶はある。うん、その時に行ってからは多分東京でやったライブは基本全部行ったかな。当時は仕事が土日が休みじゃなくて平日が休みだったから、だからライブの日は休みにしてたんですよね。今思うと絶対できねえなと思って。そうそう。当時って、要はインディーズのね、バンドとかシンガーソングライターの人って土日にライブハウスでライブに出るって結構大変なんですよね。やっぱりそれなりに集客力がないと出れないとかいろいろあるから、本当に、ヨーコさんまだデビューして何回、それ、多分、夫人よって3枚目のアルバムだったかな。だから、まあまあ、まだまだ知る人と知るみたいな人だったんで、なかなか、日程が合わなかったりしたんだけど、でもそんな中に、日程が合わなかったって、土日にライブやることは珍しかったんだけど、そんな中結構行きましたね。いや、もう本当にあの5年間って結構濃密だったし、やっぱり今でもヨーコさんの歌って心に残るんですよね。歌い方はね、なんだろう。多分ピアノを結構なテクニックで弾きながら歌うっていう意味では、矢野明子さんとかに近いなっていうのを一番最初に感じましたね。ただそのテンションの幅みたいなものが、なんていうかな。かなりね、ネガティブな歌とかも歌うんですよ。歌詞の内容がね、要は、まあ、失恋、そう、最初聞いた時は失恋かと思ったんだけど、どっちかっていうと多分自己肯定感の低さみたいなものを歌う。そう、なんだけど、例えばその歌詞の中に、夜は自己嫌悪で忙しいみたいなさ、そんな歌詞があったりするの。だから、そういう、かなり自己肯定感の低い自分を歌うんだけど、なんか曲調が、そのなんか、さっき言ったように、昭和歌謡とかジャズ歌謡とかさ、あと歌い方のテンションとかもかなりハイトーンボイスで歌ったりするから、あれは、ちょっと、やっぱり、あんまりいなかったな。当時の J-POP と言われるジャンルでもそんなにいなかったな。ジャズを組み合わせた、その、音楽をね、歌物の音楽をやるって人はいたけど、そこにその、歌詞の世界が、要は、暗いっつうか、だから、フォークソングみたいな感じ。フォークソングとも違うんだよな。フォークソング、でもフォークソングにも近いのかな。多分、ちょっと内省的なんですよね。自分を見つめるような歌い方を、歌い方とか歌詞なんですよね。なんだけど、歌い方がオープンなんだよね。だからすごいなんかね、癖になる人だったなって思って。で、そうで、ずっと聴き続けてたと。で、ただまあ、彼女自身がいろんなものを出し切ったって言って、まあ多分、いろいろあったんだと思う。途中でね、メジャーデビューしてビクターに所属になって、で、要は少しずつ大きくなっていったわけですよね。その、ライブの会場も大きくなったりとか、その、土曜日とか日曜日にワンマンでやるみたいなね。その、もともとは対バンでいろんなバンドの人と一緒に、出演することが多かったのが、まあ、ワンマンをやるようになっててっていうようなことがあったりとか、あと多分ご自身の好きな方とブッキングして出るとかね。その最初の頃はやっぱりライブハウスって、そのライブハウス側でこの人たちに出てくださいって言って、それで出るってことが多いと思うんだけど、そうじゃなくてご自身で、その、要はこの人と一緒にやりたいみたいなね、主催できるライブが増えてってみたいな感じで、まあできることは増えてったんだろうけど、多分その分いろんなことがあったんだろうなと思うんですよね。メジャーレベルとで契約するとやっぱりし、曲をね、この期間中に、例えば CD は何枚リリースしなきゃいけないとかいろいろあると思うから、そういうのも大変だったと思うし、あと、多分ご本人の性格的にあんまりいろんな人と、その、
全然知らない人と一緒にいろんなことをやるというよりは、やっぱり、なんていうか、信頼できる人たちと少しずつ少しずつやっていきたいみたいな人だったと思うから、まあそんなこともあって引退したのかなとは思ってて、でまあずっと気にはなってたんですよね。で、ずっとその、あれもやって、私自身はあの、YouTube じゃねえや、ブログをずっとやってて、まあそこに何かあるとポツポツ書いてたりしたんだけど、まあ、話題がまああったりはなかったりはして、まあ1年に1回しか更新しない年とかもあったんだけど、でもなんかね、5年ぐらい前か、2018年に、その、倉橋陽子さんがその、別の名前で、中国で、曲をリリースしたらしいとかね、んなことがあったりとか、まあ、あとは他のミュージシャンの人の、作品に参加したらしいとかね。そう、そこはなんかね、はっきりとは明言されてないから、まあ、一応私もらしいねっていうことでしか、取り上げてなかったんだけど、まあ、ポツポツとなんか消息を聞いてることはあったんですけど、まあ、ここに来てよ、まさかの、ご本人の、まあ、名義はね、倉橋よえ子ではなくて、よえ子っていう名前に綴るっていう話なんだけど、まあ、とはいえ、まあ、もちろん間違いなくご本人だって話もちゃんと、ツイッターに、昔はその、倉橋よえ子って名前でやってましたっていうことは書いてくれたんで、まあ、そういった形で戻ってきてくれたことは嬉しいなというふうに思いました。思いましたとか思います。っていうところ。で、これからなんかどんな感じで活動していくのかわかんない。なんか、ツイッターを拝見するとやっぱりあんまり体調がよろしくなくてっていうことも書いてたから、で、今でもそうだっていう話なんで、だから、ね、まあ、ちょっとずつちょっとずつやるのかなと思うし、でもしかしたら、ね、当時と今とではやっぱり音楽業界自体もかなり変わっていると思うんですよね。だって、今まあね、例えば、昔だったら、その定期的に CD、シングル出して、アルバム出して、で、そのアルバムの曲を演奏する、ライブをやって、みたいなものの繰り返しだったけど、今そうでもないじゃないですか。その、今度配信だけでリリースするけど、そこですごく話題になるとか、ね、もっと言えば、例えばもう音源とか曲はもう YouTube とかで全部聴けるようになってるとかね。それで、なんかライブとかもあんまり、あえて出ないとかさ、覆面じゃないけど、正体はあんまり明かさずに、で、ライブとかにも出ないけど、曲はなんかすごい聞かれてるとかさ、曲はだからしかも SNS とかですごい聞かれてて、SNS で、例えばサビのとこだけカッティングされて、それがすごい話題になったりとか、ね、だって曲だって単体で買うわけじゃなくて、サブスク入ってそこに聞くとかさ、いろんな形式あるから、だからもしかしたら今の方が多様なやり方があるのかなと思うし、そうなると、まあ別にその、私も、まあライブやってくれたら嬉しいし、ね、曲がリリースされるのは、まあリリースされると思うけど、それはまあ CD であろうと CD でなかろうと、まあそれは、ね、曲は聴けるっていうのは嬉しいし、みたいなね。だから今の音楽業界、その、要は彼女が、よえ子さんがもともと活躍していた、その20年前、25、6年前から、20年前、15年前ぐらいか。そのあたりの音楽業界とはまたちょっと違うわけだから、だから新しい、よえ子さんに合った、なんか、音楽活動の仕方をしてもらえれば、嬉しいなっていうふうに思いつつ、応援していきたいなっていうふうに思ってます。なんかすげえ取り留めないけど、そんな感じです。まあ、嬉しいです。やっぱりね、好きな人が、そうやって、やっぱり音楽すごい好きな人だからね、よえ子さんって。だから多分、まあ活動はしてなかったっていうか、表立って活動してなかった時期も、まあ音楽は好きで音楽はね、聴いたり歌ったりしてたと思うから、なんか、そうやって音楽ずっと続けててくれて、で、改めて、また音楽やってくれるっていうのは嬉しいなっていうふうに思いました。っていうような感じかな。
すげえ長い15分ぐらい喋っちゃったけど、そんなとこで